幼虫ちゃんに病気というのが存在するのをご存知でしょうか。こちらの容器に今回病気になってしまった子がいます。ダメですね。はい、皆さんどうもこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。一尺二尺、皆様、8月ももう終わりかけですね。次の週末が8月最後の週末ということで、まあなんかこういろいろあった夏ではありましたね。学生さんはね、もう地域によってはですね、学校始まってたりですね、してると思うんですけど、まあでも9月1日が多いのかなという気はしております。僕の地元の、学校なんかも、小中学校、地域によってはですね、もう始まっちゃってるんですよ、今週から。そんな感じですね。ところで皆さんは、カブトムシやクワガタの幼虫ちゃんに病気というのが存在するのをご存知でしょうか。まあ、飼育経験が長い人はですね、何回かこう経験したことがあるんじゃないかなと思います。まあ、うちもまあ、なんか1000匹ぐらいおるのかな、そんな感じなんで、まあ一応ね、いろいろ病気は経験はしました。今日はそんな病気のお話ですね。まずは黒点病っていうのがございます。黒点病っていうのはですね、もうこう幼虫のこう体にですね、黒いこうなんかね、点というかシミのようなものが何箇所かできてくるっていう病気でして、で、これになるとですね、まあ大抵は助からないというね、いずれはこう真っ黒くなって、死んでいっちゃうっていうね、そういう感じの病気です。まあ、それは恐ろしいですよね。私、黒点病に関しましては、ギラファノコギリクワガタがなっちゃいました。はい、ということでね、まあ、なんとも恐ろしい病気なんですけど、そのギラファちゃんはですね、どうなったんだろう。助からなかったと思いますね。真っ黒になって死んでたやつだと思う。はい、あれはちょっと辛かったですね。黒点病については、メタジウム菌っていう菌の感染ってよく言われるんですけど、まあ正確には分かってないのかな？黒点病はですね、広がりますので、まあだからやっぱ個別飼育するのがね、ベストだと思うんですよ。やっぱ同じケースの中で何とも飼育してたら、どんどん広がっちゃってですね、全部ダメになるとかいうことがね、あるらしいんで、僕は個別飼育してるからなったことないんですけど、めちゃくちゃ怖いっすよね。別の病気でですね、ブヨブヨ病っていうのもあります。ブヨブヨ病っていうやつはですね、幼虫って普通まあ白いんですけど、まあウカがね、近くなってくるとだんだん黄色くなっていくんですけど、そうじゃなくてこう透明になっていくんですよね。ちょうどこんな感じか？はい。まあこれはブヨブヨ病ってわけじゃないんですけどね。心筋が原因だっていう話ですよね。なんかこう体に入ってこう繁殖しちゃうみたいなことを読んだことがあります。ブヨブヨ病になった時も残念ながら助からないんじゃないかな。助かったことないですね。ブヨブヨ病自体は2、3回経験したことがあります。これもやはり、感染したらいけないんで、もう個別飼育にね、起こしたことないと思うんですけど、もうまた全交換ですよ、そういう時はね。で、まあ、全交換して、ちょっとまあ、様子を見るんですけど、今まで助かったことはないですね。いずれはこう、衰弱していって死にます。まあ、体が半透明っていうことで、もう、食べ物も全然食べてないですから、まあ、それも死ぬしかないかなと、そんな感じなんですよ。これもまあ、結構恐ろしい病気なんですね。まあ他にもですね、傷ついちゃってそこに菌が感染したりとかですね。うん。自分の体間違えて噛んじゃったとか、なんかそういうこともあるんじゃないかなと。まあいろいろあるわけですよね。で、今日はそんなね、幼虫の病気のお話なんですけど、実は一頭大変な状態になってる子がいるんですよ。その子のお話でございます。こちらの容器ですね、こちらの容器に今回病気になってしまった子がいます。はい、餌交換をこうしたところですね、できてきた幼虫を見てちょっとギョッとしました。数日までまでは生きてたんですけど、もうお亡くなりになってるかもしれないですね。
見るのも辛いんですけど、一応まあこんな機会もあまりないですし、一応お見せしようかなと思っております。まあちょっと閲覧注意かなという感じですかね。では開けていきたいと思います。一応ですね、手袋つけてます。ひょっとね、なんかあったらあれなんでね、手から菌移っちゃったりとかするかもしれないし。はい、いきますよ。心の準備はよろしいでしょうか。今回病気になってるのはこちらの子です。わかりますでしょうか。ちょっと拡大しましょう。はい、この子でございます。もう動いてないですね。もうお亡くなりになったかもしれないです。わかりますでしょうか。お尻の方見たらね、もう一目瞭然というか、もう色がだいぶ黒くなってるので、もうダメかなと思います。もうお亡くなりかもしれないですね。ちょっと取り出します。あー動いてない。あ、これはもうダメだわ。動きがないですね。ダメだと思いますね。いやー、昨日まではなんとか生きてたんですけど、まあ、ダメですね、もうね。はい、こんな感じ。わかりますかね。ダメですね。いやー厳しいですね。一応お亡くなりになってるみたいなんで、ちょっと表面のこうマットを落としました。これでもわかりますでしょうか。これはね、脱腸ですね。ちなみにこれはアクティオンゾウカブトですね。3頭ほどいたんですけど、まあ、全部メスでございまして、で、1頭羽化してきました。で、もうあと2頭おるんですけど、まあ、そろそろ餌交換かなと思って餌交換したところ、まあ、この子が出てきたという流れでした。出てきた時は、脱腸になったばっかりだったみたいで、この、出てきている袋みたいな内臓だと思うんですけど、これが透明だったんですよ。ところが、やっぱこう、数日経って、黒ずんできたので、お亡くなりになったんだろうな、というところですね。原因ですかね。原因は、わかんないけど、一つは、マットになんか異常があったのかな。まあ、餌交換前だったしね。そろそろこう、マットもね、なんか異常が出てきてたのかもしれないですね。あとは、腫瘍ですかね。まあそういうことも、まあカブトムシの幼虫にはあるかなと思いますが。脱腸ですよ。脱腸自体は僕は見るの初めてですね。とてもしんどいです。見てるだけでしんどい。この子はね、埋葬してあげなきゃいけないですね。まあなんというか、クワガタとかカブトムシの幼虫ってね、やっぱりこういろいろこうね、人間よりもトラブルはやっぱ発生しやすいんだろうなと思います。自然界でもカブトムシってめちゃくちゃ産みますので、でも毎年出てくる量ってやっぱり一緒なんで、ということはもうかなりの数が自然界でもね、食べられたりとか、まあ病気とかいろいろな理由で育ってないんだろうなという感じではあるんですよね。じゃないと繁殖力すごいですから、この子たちはね。まあ、どうしようもないっすね。これは、もうなったらもう様子を見るしかなくて、で、やっぱ様子見てたら、こうなっちゃったっていう感じです。こちらが一足先に羽化しているお姉ちゃんですね。はい、こんな感じ。こんな感じの子です。まあメスを見てもね、アクティオンなのかどうなのかって、僕アクティオン初飼育なのでわかんないんですけど、まあアクティオンなんじゃないでしょうか。
はい、です。2020年から飼育しておりまして、結構長いことかかってね、やっと羽化したんですね。まあ、ゾウカブトなんでそんなもんかなと思うんですけど、もう一頭の方はね、今全容の状態です。まあ、だから、二頭は無事に羽化しそうなんですけど、残念ながら一頭だけあんな感じになっちゃったっていうところですね。まあ、なんとも辛いんですけど、まあ、どうしようもないですね。なんか動きがこう、ノロノロしてますね。はい、この子はまあ、餌あげておこうと思います。お疲れ様です。どうだったでしょうか？カブトムシやクワガタの幼虫の病気です。正直、脱腸を経験するとは思わなかったですね。かなり、7、8年やってますけど、脱腸自体は本当、見るのは初めてでした。まあ、ね、ちゃんと弔ってあげようと思います。皆さんもですね、くれぐれも、まあ、こう、幼虫のね、こう、病気はご注意ください。まあ、ご注意しても、どうにもならないんですけどね。はい。では今日これでお別れいたします。またよかったらコメントで感想をお願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。